はポンです今日は使い切りコスメがたまってきたので紹介をしていきたいと思いますそれではどうぞはい早速紹介するんですけど1つ目はこちらはいこちらカラコンなんですけどもエルージュの2週間交換ソフトコンタクトレンズですね2週間用のコンタクトレンズなんですけどもでお色の方はこちらですね フレアブラウンというお色ですね。こちらを使い切りました。で、これは2週間用が6枚入っているものなんですけどもなのでだいたい1月半ぐらいこれで持つんですけどもで私両目とも同じ度数なのでこれ1箱でね1ヶ月半使えるのでで色味的にもすごいナチュラルで。 結構透け感まあこれは2回目の使い切りなんですけどまたね使ってもいいかなって思えるコンタクトでしたそしてこちらはいこちらはシャンプーなんですけどもなのでお風呂場で使ってたので結構汚れが激しいんですけどもチャップアップシャンプーというねシャンプーになります。の シャンプーですねでこちらはモニターサービスで当たったシャンプーだったんですけどもこちらはねすごく泡立ちがよくて髪の毛がねしっとりされてるような感じがしましたでしっとり系って私みたいな猫毛の髪にはちょっと向かない部分があるんですけどこれはね全然使えてしっとりまとまるっていう感じのシャンプーだったので。 使いいやすかかったかなと思いま,すまあこれは冬場に使ってたものだったんですけどやっぱり冬場って静電気とか出たりして髪の毛が広がりがち乾燥しがちっていうのがあると思うんですけどもこれを使ってるとね広がりとかあんまり感じることがなかったので良かったかなと思います。あままりきししむこことともななくててね良かかったかなと思いますそしてこちら はいこちらもモニターでいただいたチャップアップトリートメントですね 200g のものを使い切りましたこれとねセットで届いたものなんですけどもこちらはねあんまり保湿力のないトリートメントでしたねでたくさん結構量を使わないとなんか指通りの良い髪の毛にはならなかったかなと思いますまあ、香りとかもねそんなになく 使いやすいは使いやすかったんですけどこっちのシャンプーがすごいしっとりしてる分こっちはあんまりしっとりさを抑えたのかなっていう印象になりますねまあでもこれ2つ使ってやっぱりちょうどいい感じだったのかなと思いますまあ最悪ねこのトリートメントは使わないでこっちのシャンプーだけ使うっていう使い方もありなのかなと思います なんかこれはあんまりねすごく、ね、髪一本一本がサラサラになったとかそういうのはあんまり感じられなかったのでまあリピーをするならこっちのシャンプーだけかなって思いますそしてこちらはいこちらダブのモイスチャーミルククレンジングですね 195ml のものを使い切りましたでこちらはねブルームボックスで入ってたものだと思うんですけどもミルクのクレンジングなのにしっかりメイク落としてくれるんですねで突っ張らないし目にもね染みにくいメイク落としだったかなと思いますでポンプタイプなのがやっぱり使いやすくてねいいなと思いました ただワンプッシュじゃちょっと足りないのでツープッシュかスリープッシュぐらいして使えばもうマスカラだってねがっつり落としてくれるので,でお肌にも優しいのでねこれは使いやすいそしてねお肌に優しいクレンジングだったかなって思いますそしてこちらはいこちら無印良品のマイルドスクラブ洗顔フォームですね 120g のものを使い切りました ででこれねだいいぶ前からあっったたんですけどやっと使い切りました細かいスクラブが入っていてそのねスクラブがねゴリゴリ顔に当たることなく洗顔ができるので良かったかなと思います。で泡立ちもすごい良かったのでその泡のおかげもあってあまりスクラブがゴリゴリ当たらなかったのかなって私は思いました。で まあ多少ねやっぱりスクラブ入りっていうことでね乾燥はするんですけども、まあ、乾燥しすぎなかったのでよかったかなと思いますなので私は1週間に1回か2回だけこれを挟んでね他の洗顔料も使いつつこれも使っていましたねまあでもその毛穴とか角質とかに効果があったかって言われるとあんまりわからなかったかなと思います 続きましてこちらはいこちらネイチャーコンクの薬用クリアローションとてもしっとりタイプの 200ml の拭き取りローションになりますねでこれは結構保湿力の高い拭き取りで突っ張ることは全然なかったですでとてもしっとりなのでただねなんか結構しっとりすぎて拭き取れてるのかが私的にはわからなかったかなと思いましたただ 乾燥肌の方だったらやっぱりしっとり系なので乾燥をあまり感じることがなかったので乾燥肌の方にはいいかもしれないですねただやっぱり拭き取りといったら私の中では結構さらっとスカッとするイメージがあってシャバシャバ系のさっぱりするような 拭き取りローションで拭き取るっていうイメージがあるのでこれはねちょっと私が求めてる使用感ではなかったかなって思いますただお肌が荒れるとかそういうのはなかったのでそこの面に関しては良かったのかなと思いますそしてこちらはいこちらはラッシュですねシャワージェルのレイニーシーズン 270g のものを使い切りました でこれはね本当に匂いが大好きな香りでしたプラムの甘さと梅干しっぽいしそっぽい香りが合わさった香りなんですけどすすすっごい癒されままで保湿力はそこそここありますものすごい強いわけではないんですけどもまあ洗い落としても突っ張ることなくね乾燥することもなく使えた シャワージェルだったなと思いますただね香りが本当に良かったのでこれはねまた絶対リピしたい商品ですねこのお気に入りの香りになりましたね、まあ、気になる方一回ラッシュのお店に、ね、香りをね試しに行ってもらいたいですねそしてこちらはいこちらはアクセーヌのミルキージェル AD という保湿液ですね これもモニターのねなんかサンプルセットみたいなミニサイズセットみたいなので使わせていただいたんですけどもジェルって重くなくて保湿感のある、まあ、保湿ジェルだったなと思いますただ少しペタペタ感が残るのでやっぱり保湿系ってペタペタするのかなと思いましたただすごく保湿力が強いわけではないので夏にもね冬にもまあ年中使える 保保湿湿液だだっったたかかななジェルだったかなと思います、まあ敏感肌にでもね使えたのであの生理の前の時とか使えたので、まあ、敏感肌の方もアクセーヌさんいいんじゃないかなと思いますそしてこちらはい同じくアクセーヌの AD コントロールエッセンスという美容液ですねを使い切りましたでこちらはオイルのような 感じの美容液で少しベタつきましたね、まあ、オイルなのか水なのかのなんか間みたいな感じだったのを覚えてますね保湿力があって刺激はないものなんですけどもただ美容液というねなんか効果が見られたかって言われれば効果は全然なかったかなと思いますまあんだろう まあ、保湿力には特化してたかなっていう部分で他のね効果は全然見られなかったのでまあ、これは私には分からなかった美容液だったかなと思います次で、ね、最後なんですけどもこち,、はい、こちらはいこちらはメソレータムのメラノ CC シミ集中対策美容液ですね 20ml のものを使い切りましたでこちらはね なんかビタミン C が入っているからシミとかねそういう毛穴とかにいいっていうのを聞いて買ってみたんですけどあんまりね効果は分からなかったですもう何に効いてるのかうーんあんまり分からなかったですねで生理前とかのね敏感肌の時すっごいピリピリしみるのでやっぱりビタミン C 系って肌が敏感な時ってなかなか使えないなと思いました ただね効果が分からなかったから私はこれはもうディピはないかなって思いますはい使い切りコスメ以上になりますで今回はまあモニターさんで当たったものだったりブルームボックスで入ってたものだったりしたんですけどもやっぱりこの中でお気に入りといえばこれかなって思いますラッシュのこのレイニーシーズン本当にいい香りなのでもう絶対これは買いますね はい、で一応今回ね使い切ったものの名前は概要に書いておきたいと思いますのでよろしければご覧ください今回も最後までご覧いただきありがとうございましたまた次回の動画でお会いいたしましょうバイバーイ